ハマリオンです。ももしです。こんにちは。こんにちは。チャンネルティオリブです。今日はね、はい、小山さんのチャンネルで、はい、パラダイムとステルス2どっちが売れるんか論争みたいな、はい、やってたんで、はい、うちはちょっとそれやるわけにはいかないんで、ベンタス TR ブラックとレッドどっちが売れるんか小売り目線でやっていきたいと思います、はい、僕はなんとなく答え分かってるんですが、はい、はい、僕らは結局自分らの好きな方が好き嫌い。そうですね、そう君たちの好き嫌いでもう持ってると思うんやけど、すでに、はい、どっちが売れるんかみたいなのをね、ちょっと喋りながら売っていきたいと思います。じゃあレオン君から、はい、苦手なベンタスを。苦手なベンタス、はい、さっき気になってるんだけど、ステルス2の HD。 HD HD やめへん、めっちゃ粉なんねんけど。いやいやHD あのネックが短いから、あ、うん、すごい気持ち悪いやろ。短く感じますしね、うん、君何それ 5S? あ、 5S 5S ね、はい、TR のブラック、はい。まあ、好き嫌いあるけど、はい、売れる売れへんはまた別の話やから。確かにそうですよね。そうだってベンタスブラック僕あんだけ嫌や言うてるのにみんなブワー買って、そうそうそう、未だに売れ続けてますもんね、うん、あと、そう、小山さんのところで言うてたのは、うん、ええー、もん作ったら売れると思ってたら大間違いやぞと。なるほど。メーカーさんみたいな。まあ確かにな、売れる要素っていろいろあるから。うん、ローグインフィニティとか僕だって売れると思っても全然ね、みんなあんまり、そうそう、 A から言うて売れるわけではない。みんなピクリとの戦闘とか、うん、NX なんかさ、はい、何もんか分からんのにいきなり売れたよ。確かに。いいや、うん、見たわ。なんかえ、いいや、いや飛ばんな。ええけど飛ばんな。まあまあ、こんなもん、まあまあまあ、こんなもんちゃん、はい、でも君調子ええとき42で250いくで。確かに。同じヘッドスピードでももうちょっと飛びますもんね、うん、多分な、そのパーカーのフードが重いね。その分や。もっと落ちてたような気すんねんな。前調子良かったからシャフトの特性もよう分かったやろうけど、今調子悪いから、どれ打ってもどれ打ってももうちょっと動くなとかしか、うん、赤いなとか黒いなぐらいしか。色すぎ。赤ってちょっと見た目ええやろ。見た目かっこええし、赤ってようやく入ってきたから日本で。ああ確かに、前半は赤やと思ってるね。ああまあそうかもしれないですね、うん、スタート赤で、はい、ま、年末ぐらい、あ、めっちゃええよ。そう、めっちゃ飛んでる。めちゃこれ最高よ。確か17度。41.7 やで。41.7 で。これは夢あるで。レッドか？そう、ね、やっぱりレッドっぽい弾道で出ましたし。うん、これ夢ある、ね、これは。最近レッド寄りに行ってるよね。近づいてる。モモシ寄りに行ってる。かぶりすぎて。やめて。モモシと逆の、あの立場で降りたいんやから。うん、なんかやっぱこっちの方が動きますね。当たり前のこと言いますけど。なんかさ、寒い間それがひょっとしたら売れるんちゃうか、ね、うん、あ、それはありますよね。評価されて25度以上になってきたらね、そうそうそう、柔らかくなってくるから、体が動かんときは、うん、その辺からちょっとブラックが春から夏にかけてくるんちゃうかな、うん、今多いですよね、フレックスを冬になってカチャカチャで下げる人って。ああそうな、うん、うん、僕はでも年中一緒ですけどね。そうなんや、はい、5R なるもん。次下げる言うたら。ワッフォーさんもテストしてました、なんか下げてチップカットして。ああそうなんや。モモシはもう赤が好きやもんな。はい、赤がもう振り感がいいです。で、女の人でレッド TR 使ってたらビビるけどな。めっちゃかっこいいですね。え、でもなんかかっこええけど、女子が使うんやったらこれじゃない、唯一。まあ確かにブラックではないけど、やっぱプロやったらええで。うん、あ、もう、うん、女の人が、インスタ女子みたいな人らが私のシャフトベンタス TR レッドみたいな。でもインスタ女子さ、私より結構飛ばす人おると思う。あ、上手い人もおるやんな。改ざんしてる人もおるけど。それはやばい。
ほんまこの辺やな。はい。安定やな。ちょっと高かったな。そうね。19度。ちょっと高く出たかな。はい。インスタ女子意識したんかな。高さで。あたいも負けてへんぞと。あたいは負けへんぞと。インスタ女子には負けへんぞと。何で勝ったの、インスタ女子に。スコ。バリシュール笑ってもうたスコアで勝つスコアで相手は改ざんしてくるで変わらへんわ同じ T から行くのその時は同じ T から行かへん行く後ろに行くじゃあ次黒黒打ちます。5S。5S。逆にインスタ女子が黒使っててもビビるな。いやいや、どの男からもらったやパラダイムで私。トリプルダイヤで、ベンタスブラック TR の 5S です。みたいな。わ、今度や。でもめっちゃ見に行った。これ平均や平均ももしのも超平均でもやっぱり帰ってけへんかシャフトなりの出玉が出てるね、はい、でもそっちを好むんじゃないベンタス使う人はうん確かにと思ってるんやけど、まあ、ベンタスって言ったらどっちかというとこっちの方があれです、ねうん、そう、そのイメージをどんだけ払拭できるかで TR の売れ筋がちょっとちゃうからさ、はい、今までと確かにそれを入れてますよね、うん、まあ層が多いのはこっちかな、うん、そうなあれ私はこっちが好きやけどなたまに行くわそうあ、そうなそういいよねそういいですよね、こういう感じの、うん、あのカウンターでそう最高やねお寿司やろあ、弱かったよ知ってるもんあ、そう言ったことあるいや、ないですけど行きたいなあ、そう、いいよ僕、店長に教えてもらったんですけどそう、最高、うん、まあ、明石で言うたら縁起が今、ちょっとハマってますけどあー、そうですね、はい、トロタク、いぶりがっこなんですこの間ね、あの店長から節分、節分にね節分に、恵方巻き、あの、細巻きの、うん、めっちゃ美味しかったトロタクのこのトロタクいただいて食べながらあの人こんなんいつも食ってんのかあれ高いからなみんなに振る舞ってましたねいやごちそうでした何におんねんと思いながらこんな時に限って3日に話は それましたが、はい、ベンタス TR レッドとブラックどっちが売れるのかちょっと予想を立てて年末に答え合わせしたいと思います僕はねまあ結構数値的なところで言うと64で黒なるほど64で黒、はい、73とか82とか圧倒的な勝利ではないと思いますうーん64俺もっと僅差やと思ってるえマジですか、うん、5.5 とかですかうん 5.54 で蓋開けたらもう50本差とかおーだいぶ近いそれぐらいなんとなくな、うん赤好きやから赤に頑張ってもらいたいそうワンチャン赤いきそうなだって前の US のレッドですらさ、はい、結構男子いましたねいつの間にみたいなダンスは途中コウメさん使ってましたね、うん、なんでみたいな状態やったよ、はい、あれ来ると思ってあ新たに女子にももしかしたら、うん、女子にも増えてくると思うよ、うん、なんかかけたいですねそうやなけど、そういくか。そうにしましょう。当たった人はそう。そうかけようか。そうかけましょう。うん。64で黒。5.5、4。いや、もう 5.5、5ぐらいの気持ちなんよ。なんでほんまに。0.5 ポイント差ぐらいの、僅差で。はい、赤。えそっち私は僅差で多分黒が勝つ気をするじゃあ俺とももし一緒かなはいでも頑張ってほしいねこれ一緒かなってことは僕負けた時は二人に怒られるから、はい、俺縁起しでももしそうということで、はい、
僅差っぽい予想と、まあ、ちょっと黒が売れるかなという予想ですね。リアルに言うと黒が売れそうな気はするけど、今までの傾向として。去年じゃないな、ベンタスブルーとブラック出たやん。2年前、3年前に。ブラックの方が売れてんのよ。これってなんか、ベンタスはこうハードヒッターが好きでしょ。うん。でもフジクラってなるとちょっと変わってくるじゃないですか。フジクラが好きかどうかってこと？俺は好きよ。違う、僕はそんな真剣に変わらないですよ。違う。ベンタスはハードヒッター好きだけど、フジクラ、ってなると、こっち系が、ああ、なるほどな、スピーダーのイメージが強いからな、はい、だからエボで言うと、やっぱ5、6より5の方が売れてるし、うん、その辺もね、踏まえてちょっと微妙な、そうやな、なんかそのハード系好みそうな三菱のイメージがあるし、うん、でもベンタスっていうブランドはちょっとかなりブランディングできてて、はい、ハードヒッター向けのシャフトというイメージは強いけどね、うん、でブラックも売れてることやし、はい、楽しみよね。はい。はい。TR ブルーは売れてます。ちょっとこれ集計しにくいねんけど、はい、今後、TR3 つってなると。出たタイミングがね。そう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 。でもあれちゃいます。逆に、TR ブルーの初年度の1年と。うん。うん、なるほどね。はい。出だし。なるほど、なるほど。あの時は売れたからな、なんか。いい時期でしたからね。そうそうそう、なんか。なんか今回逆に分散される可能性があるから。そうやね。ちょっと楽しみやけどな、うん、ブルーがちょっと時期が良かった、話題性で言ったら多分こっちの方が話題性はあったかもしれない、うん、見た目のインパクトはもうレッドよ完璧に、うん、メディア的に言うとその TR のブラック使ってても、はい、分からんくない？いやそうですね、ブラックなのかブラック書いてくれんと、はい、写真じゃちょっと分かりにくい、うん、確かに、あ、ベンタスブラック使ってんねやって普通に思ってまうかもしらんし、はいはい、その辺がちょっとブラック不利かなみたいな、うん、だちょっとレッド熱いんじゃないかという感じです、うん、ということで自社サイト、はい、ヤフーショッピング楽天市場で先行予約、まあ予約かな、動画出てる頃もまだ、はい、予約してますのでぜひチェックしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。